林光寺は、徳島県徳島市南、佐古一番町の美山六に位置する寺院である。宗派は、臨在宗明神寺派。本尊は、関世恩菩薩。三王は、桃慶山。淡わしや辞伝によれば、江戸時代初期の慶長十年、平等和尚が、御坊庵と合する一庵を建設したのに始まり、当初は、総当宗であった。寛永年、八須勝の妻。 即室白雲院を当時に葬り、白雲寺と解消。その後、臨校寺に、再び解消した。昭法元年、正勝と白雲院の娘、武前中津城主、黒田長政の正室であった、法主院が、亡くなる一年前に、菩提寺とするため、二代目徳島藩主、八塚忠秀から寺領として新たに二十国が与えられた。昭法三年、 小松島の豊か林寺により、江南和尚が入寺し、厳州派の寺となる。江南に次いで入寺した南武山和尚の両人は、本山の京都、明神寺に、招住している。明治初年、神仏分離で境内を半分に縮小し、京に至るが、墓地には、法主院はじめ白雲院、徳島藩の樹官、増田立県、廃人の藤井清、本蔵家の漢純水などの墓石がある。 境内にあるタヌキの誇らで、第二次世界大戦前は、臨港寺の北側、大岩に張り付いた松の大木のもとに祀られていたが、戦災や道路整備などで現地に移転した。阿波のタヌキ合戦の除血が祀られている。ありがとうございます。